ヘンリー B ・ウィルソンは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の6番艦。艦名は、ヘンリー B ・ウィルソン提督にちなむ。ヘンリー B ・ウィルソンは1958年2月28日に、ミシガン州、ベーシティノで放送船で寄港する。1959年4月22日に、ウィルソン提督の娘、パトリック・ J ・ハーレープ人によって浸水し、 1960年12月17日に、LD カーニー艦長の指揮下収益した。ヘンリー・ B ・ウィルソンは、ベトナム戦争において、トンキン湾のヤンキーステーションで空母への航空警戒任務に従事し、シードラゴン作戦に参加、その他パイロットの捜索救助、支援艦砲射撃任務を行った。1975年には、カンボジア水域で発生した、 マヤグエース号事件に際して乗組員の救出作戦に参加した。ヘンリー・ B ・ウィルソンは1989年10月2日に退役し、1990年1月26日に除籍、1994年4月15日にスクラップとして売却された。スクラップの契約は1999年3月23日に終了し、 2002年4月6日に転売された。その後海軍が再取得し、標的艦として2003年8月15日に海没処分された。ありがとうございます。